で、お前らに興味湧かないのよ、高すぎて。昨日の段階で1億7000え、やばくない？次が50、11の2億上がってないと、12月で3億いかないと。結局俺や。正直任せてくれたらできる。正直できないんだ、俺がやるよ。何か来た急に。お疲れ様です。お疲れ様です。どうですか今月は。全然、まあ、来月ネクストモンスターがありますからね。いやでも言い訳ですね、本当にマジで。ナンバーからも結構外れそうなんですか。絶対外れる。アトムがそんな同じ条件で多分、まあ、来月あるから多分若干まあ抑えたりとかもあると思うんですけど、その中でちゃんと上げてるからアトム、それはすごいな。マジですごいと思う。で俺がそれができなかったから多分その結果になってるから、まあ、認めたくないけど普通に負けてるし悔しいけど、まあ、すごいなって思う。まあ、イベント当日どちら勝つか負けるかっていうのはまだ分かんないと思いますけど、まあでもそこも大事だし、勝ちないけどでもそこが全部じゃないし、なんか結局そこを経てもっと成長、人としてもホストとしても成長して上がっていって、もうこうお店引っ張っていける存在になっていくが大事だと思うから、もちろん勝ちたいけどその中でも今月やっぱ大事だと思うから、うん、それができたのかなと思うけど俺はできなかったからって感じかなですね今は。お疲れ様です。お疲れ様です。先月数字の部分で見てもかなり良かったと思うんですけど、今月はどうですか。今月から2号店ができる関係で何人かがそっちに行くから、数字全体的な数字自体は、まあ、ちょっと落ちる感じにはなると思います。2億は行くんじゃないかな。でも今年レンさんは3億行きたいと言ってましたけど、はい、今の感じだといける気しますか。あ、今のままだったら無理です。あ、はい、ただ内容は別に悪くはないんですよ。ただなんだろうな、全体的にレベルアップをする必要があるっすね、全員がまあ僕含めてだとは思うけど、ただあのナンバー2の座を脅かす存在がいないっていうのも結構危ないですよね。昨日の段階で1億7000全然いってないよ。え、やばくない？今日いくら？わかんないっす。先月いくらだったっけ？先月800いかないぐらい。同じぐらいっす。1億7000うん。やばくない？2000じゃないから上がるわ。全然上がると思うよりに。そんな心配してないか。俺アルブリで500上がってんだけど先月とか、ね、先月結構震えてくるんだけどおはよう。え、元気かわけないしだってだってか無理、はい、ごめんなさい、ま、来月も。いや来月はいけるんだ。今月はそれができないからもうただダセーなって思ってる。え、これ行きますよ。お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっと元気がないレーサーですね。もうなんか悲しい。悲しい。さっき売上見て、お客様会です。結構レーサー困惑してたね。困惑。先月がすごい良かった。なんか俺の中であれがジョージっていう気持ちでやってるから、いやあれぐらいがなんかこの店で俺は妥当だと思うんだよね。みんなのポテンシャルとか、まあ、みんなの顔を見たりとかさ、クオリティ見てさ、あ、もちろんまあ足りてないのはめっちゃいっぱいあるんだけど、まあ現実は違うと4ヶ月くらい、ずっとニューヨーク1000、2000、3000ぐらいで、ちょっとグダーンとしてたけど、なんか しっかり辛い。ホットヤと俺が同じぐらいだね。本当にどっちも1800くらい現状。いやーなんか気持ち悪いな今日。なんかぬるっとしてるよね。
まあ数字が良くないね、全体的に。でもなんか3ヶ月、1、2、3ヶ月後、4ヶ月後っていうのにつながるなんかための1ヶ月みたいな感じがすごい。まあちょっと数字見ます。頑張りましょう。はい、第球場の奥田総社員、そしてクロスを現時点で始めた第1位だ、三河の連代表。本当にオテはどれ、オテはどこ、ここが靴の印象です。オテのオテさんからです。明日の場合からも近づいて、本日シュークリエで負けてんだ俺。通常日ラストランの方が本日ロトルシャンバルでシャンバルのラストラン。お客様お帰りです。あしたありがとうございます。おだます席やぞ、おだます席やぞ。はい、おはよう。おはようございます。まだね、4日目の締め日なんでね、来月からが本当に本番になって、アベレージにして、はい、お疲れ。お疲れ様です。どうでしたか、アルブルは。いや、なんか5日目にしてはでも初回はしっかり入ってるし、じゃないですか。イケメンも増えたし、イケメンも増えたし。素敵なね、インテリアルベンション、ピンクバブル。あとね、ついでにあの優勝したら本当にありがとうございます。阿部ちゃん、よく切ったかな。絶対切ったよね。もうやだ。俺の風邪の違いもんね。一回ちゃんと見てほしい。新作もあるから。だよね。一回見よう。どうする？よく行ってないっす。行ってない。やば。どうしようかなーって。あと800ってやばくない？800の解決方法何？幹部で分担します。いけそうじゃない？ファンム全員20万ずつ。無理か。まあ俺は100とか行くわ。ファンム全員20万ずついきます。あ、ビーチです。普通のグルメにあげちゃったんですけど、幹部ラインにも一応ファンム全員12から20以上いけないかなみたいな、あげてほしいです、マジで。てか50、11の2を上がってないと12月で3を上げる。いや、これ俺が上げても意味なくね。けど行くことでいいんだよ、ほぼすることも。残り700っていけるの？いくらいけんの？いけないでしょ、おてや。急遽なんで。いや、もちろん売りかけがね、今ないから急に上がるのかどうか問題がある。残りいくら？残り700もあんの？始めて、名前はこれ最速で始めちゃっていい。正直先月行く本2億4000万手前ぐらい見せりだった中、今月がこう締め日の前の時点で今日これだけギリギリで2億いったのかわからないっていう数字になってて、俺はな、正直余裕で行くと思ってたし、みんなにこと俺はそう思ってたし、この店のこのメンツ全員にポテンシャル含めて、普通に今の見た目全部含めてで、ね、俺は2億なんて当たり前だと思ってるから、普通に何も心配せず安心してたら、結局蓋開けてみて今月って2億ギリギリ今行ってないのね。ラストオーダー終わってね、残り700万ぐらいなんだけど、まあ、本当に残り1時間で俺はどれだけ行けるかを見たいなって思うし、まあ、正直きついのは分かるけど、全員であげたら俺は2億マジで行けると思ってるし、2億さすがに行きたい。全員で2億にどうかみんなでやりたいなって思ってるんで、残り1時間どこまで頑張れるか俺呼んでくれてもいいし、みんなで協力してほしいなって思うんで、まあ本当に1ヶ月間全員頑張ったと思うし、苦しい中踏ん張ったとは思うんだけど、これからにつながる1ヶ月には知ってるなって思ってるんだけど、今月自体の数字っていうのを俺は本当に大事にしたいから、まあ改めて今まで負けた記憶とか思い出したくないから、2億人を全員で乗せましょう。まあ生はありがとうございます。よいしょ。
9月と締め始めます。お疲れです。ありがとうございます。続きまして、九条大手屋総司令が一言お願いします。お疲れ。お疲れです。今月もナンバーワン、ナンバーツー顔ぶれ変わらなかったな。あのさ、待って、ぬるい。お前ら何のために歌舞伎町に来たの？中途半端な売り上げ上げていけるため？その中途半端な売り上げすら上げれずにヘラヘラするために歌舞伎町に来たのか？はっきり言うわ、マジで最近働いててさ、お前らに興味湧かないのよ。雑魚すぎて。あ、売り上げっていうのは器の大きさだ。一時的に売り上げを上げることができたとしても、その器が追いつかないと長い目で見たら落ちてくる。器を大きくするためにはどうしたらいいか、それは責任感の広さから来るものだと俺は思ったよね。レンさんがなぜこんなに売り上げを継続することができてんのか。お前ら売れたい売れたい言ってんじゃん。で、実際に売れてる人たちがいるわけじゃん。そこを吸収しようとしてるか。俺から見たらすげえ無責任に感じるんだ。今日の店売りも、まあ、2億届きませんと。じゃあ実際そこを意識した、そこを自分の責任だと捉えて動けた人間ってどれくらいいる？多分顔色見てるとどっかに自分関係ねえなっていうふうに思ってたの。多分そこの無責任さが日頃の行動、日頃の営業に多分出てるっていうふうに俺は思ってるな。だから器が大きくなるビジョンが湧かない。だから俺を脅かす存在になるっていう未来が見えない。だから多分面白くないんだよね。マジでつまらない。はっきり言うわ、お前らマジでつまらないの。結果的に自分が思い描いたような結果得られない。それってしんどいぞ。でも今の自分を変えるのもしんどいかもしれない。でもどうせ描いた通りにならなかったらしんどいんだ。じゃあ今の自分のまま売り落とすのやめな。どうせ苦しむなら自分を変えるために苦しんでみたら。俺はっきり言うけど、マジで同じ土俵で喋るつもりもないし、追いつくまではね、お前らとこのままじゃ良くないぞ。マジでしっかり頼むわ。 OK。 はい、お疲れっす。はい、先月の締め日と今月の締め日でどれだけの人間がなんか変わったのかなもだし、先月の俺の顔色とか覚えてる？覚えてるか分からないけど、俺は普通に嬉しかったし安心した月だったのね。だから俺今月1ヶ月に関しては正直5本は大丈夫だろうと思って、あんまり5本のこと考えてなかった、いい意味でね。だから俺は2号店の準備の方の頭に行ってたし、だからこそ意識もしてなかったし、正直こんな2億に行かないか行くかみたいなことになるとも思ってない。結局蓋開けてみて今日締め日で2億ギリギリ行かない。前にも俺は言ってるけど、1ヶ月でも負けたら負けなのね。1ヶ月でも雑魚い店だなと思ったら雑魚い店なんだよ。自分たち一人一人が全員で作る店なのね。それぞれが自分の目標、今月やらないといけない数字っていうのを自分の中で自分に責任を持ってしっかり俺はやり遂げれば2億っていく数字ないよ。前月は締め前で2億1000だよ。今売り上げ上げれるとか、じゃあ今今月助けれるとか、じゃあ締め呼べてるからとか、できるとかできないとかじゃなくて、できなくても売り上げなくても努力したかしてないか、悔しいと思えるか思えないか、今の自分が力足りないなとかいろいろ考えれたりとか、何かを感じ取れるか取れないかなのね。何も感じないってマジで一生変わんないんよ人間。人としての器もだし責任感もだし、何か思ってほしいわ。日々の行動にいろいろ感じてほしいわ。マジで毎日、別にこういう日だからとか締め日だからじゃなくて、締め日とかイベントの日って感じやすくなってるだけだから、はっきり言って普段の日常から毎日感じ取れるんだよ。もっとなんか何かを感じて生きて、毎日安心したい俺はこの店には。その方がもっと俺はユグドラシルを強くできるし、全員をもっと幸せに持っていけるかな。正直任せてくれたらできる。正直できないで俺がやるよ。で今日も結局2億には俺が乗せたし。これさ、ちょっと俺の売り上げ見せてください。やっちゃうか俺、やるか、結局俺やん。なんか俺ができるからどうこうじゃないんだよね、これ。それぐらいできるような人が欲しい。てかみんななれると思う、別に俺は。まあ正直来月再来月っていうね、10月11月につながる1ヶ月にはなってるのかなとは俺は思ってるし信じてるのね。
まあしっかり全員ね自分のレベル上げるようにしっかりやってください。お疲れです。お疲れです。なんかなんて言えばいいんだろう、意識一つすぎるんだよなマジで。 1個の選択の時に1日の1個の選択を 2択あるじゃん大体の時に逃げすぎ、ひたすらもうそうとしか考えれない。もう雰囲気がもうなんか分かる、見てでちょっと頑張るだけでさもう何にも心配いらないのに、全てがちょっと本店のことをもう少し考えないとなと、まだなりましたね今月で。あ、でも心配はないんだけどね、別に極論絶対に大丈夫だから、大丈夫なんですけど、そういう心配じゃないんだけど、なんかもうちょい成長してほしいなって。で、するしさせるんだけど。今月の総評はまだ俺がいないとダメ俺の総評はこれです。